金本智明氏、藤波がなんで撃たれるのか、未だにわからない。金本智明氏なんで撃たれるのかわからない。あのボールで8失点黒星デビューの藤波慎太郎を心配。元阪神監督の金本智明氏が2日、TBS 系テレビに出演。この日、メジャーデビューしたアスレチックス藤波慎太郎投手についてコメントした。阪神監督時代から藤波を知る金本氏はポテンシャルは大谷選手とそんなに変わらないんですよと口を開いた。では、何が違うんですか?と振られると僕が聞きたいですねと苦笑した。持っている能力の 20%、30% くらいしか出していないんじゃないかっていうくらいのねと話すと、張本勲氏は気持ちが優しいんじゃないの。いい意味で開き直るようなところがないととコメント。とぼけちゃって。なんでやろな。あなたさらし投げさせましたよね。みんな聞きたいやろ。金本じゃなくて、インステップ修正した投手コーチが悪い定期。プロ入り数年間は荒れ玉だったものが、コントロール不能になってしまった時点でどうしようもないねん。今も昔もコントロールが乱れると、それを修正できないから意外に理由ないよな。プロ野球 OB って本当どうしようもないよな。まともに技術的な解説ができるやつが少なすぎる。金本なんて大谷は上半身のパワーはそんなにないとか言い放ってたし。大体阪神でローテ取れんのに、メジャーで治るってそんな都合いい話ないやろ。